あら、少年じゃない。いらっしゃい。どうもっす、雪乃さん。っていい加減少年はやめてくんないっすかね。はあ、珍しく客でも来たのかと思ったら、今日は何の用だったかしら。いや、あんたの方からバイトに呼んだんでしょうが。そういえばそうだったわね。いつもはよそにばかり斡旋しているからうっかりしてたわ。昨夜は蓬莱町のバーだったかしら。一応お疲れ様と言っておくわね。どうも、こっちこそいつも助かってるっす。厨房の時からいろいろと手伝い先を紹介してもらって。せっかくの若い労働力を有効活用しない手はないから。なんだったらそのうち1日2件くらい組んであげましょうか。今くらいでちょうどいいんで。それで今日の仕事ってのは。いつでも始められるっすよ。ああ、その前に昨日のバイトについてだけど、終わったら一応その日のうちに報告を入れるよう言ってなかったかしら。ああ、そういやそうだった。いや、すいません。昨日は深夜まで長引いちまって、ついうっかりしてたっつうか。本当にそれだけ？何か他に事情があったわけじゃなくて？え？いや、昨日は妙に疲れてたみたいで、バイトから帰ってきたらすぐに寝ちまったんですよね。風邪でもひいてたのかな。どう帰ったかもおぼろげっつうか。なるほど。え？さて、そろそろ仕事を始めてもらいましょうか。報告を忘れたペナルティとしてしっかり働いてもらうわよ。大体こんなとこか。ったく、相変わらず人遣いが荒いっつうか。少年、そろそろ休憩にしましょうか。人遣いの荒いお姉さんが紅茶でも入れてあげるわよ。地獄耳め。うっす、今行くっす。あの日もこんな夕焼けの空だったか。あれからもう10年も経つんだよな。東京震災、中学に上がる頃にはほとんど復興も終わっていたっけ。俺もガキだったし、あの時のことはおぼろげにしか覚えてなかったけど、まさか今朝になってあんなはっきりした夢を見るなんてな。今のしおりか。妙に後ろを気にしながら走ってたみたいだが。近頃変な気配を感じることがあるの。
自分の後ろに何かいるような、そんな感じというか。まさか。あら、どうしたの？紅茶が冷めちゃうわよ。すいません、少し外れてもいいすか？ちょっと野暮用ができちまって。いいわ、行ってきなさい。まだ時間は残ってるけど、バイト代はおまけしとくわ。どうもっす、それじゃ。思い出した。俺はここを、この場所を知っている。昨日の赤い裂け目、黒い化け物、そしてあいつのことも。しおり、どこなんだ。しおり、頼む、返事をしてくれ。驚いたわね。まさかこの場所を再び訪れているなんて。ヒイラギ、また会ったわね、時坂君。できればいつもの教室で会いたかったものだけれど。ヒイラギ、お前は一体。いや、昨日も見た。ここは一体どこなんだ。それにしおりは、あいつはどこに行っちまったんだ。やっぱり記憶を取り戻しているのね。落ち着いて聞いて。ここは現実世界と並行して現れるもう一つの世界。普段は見ることも触ることもできない世界の裏側、異界、私たちはそう呼んでいるわ。異界？そしてイクリプスという現象がひとたびゲートをこじ開ければ、人知れず現実世界への侵食が始まる。あなたと、そして倉敷さんはそれに巻き込まれてしまったの。わけがわからねえ。一体なんでそんなことに。理解できなくても無理はないし、する必要もないわ。とにかく落ち着いて一旦そこのゲートから出て、早くしないと。いけない、下がって。あの時の異界の住人である怪異、グリードと呼ばれるものよ。異界のあちこちをさまよい、迷い込んだ人間に襲いかかる。
そんな習性を持っているわ。それじゃあしおりは。ええ、かなり危険でしょう。一刻も早く保護しないと。すぐに片付ける。一旦私の後ろに。時坂君、どうして俺たちの町でこんなことが。畜生、俺には何もできねえのかよ。こんなわけのわからねえ状況で黙って見ていることしか。力が欲しいかい。その光は。来い、ゲイジングギア。ソウルデバイス。やっぱりあなたも的確者だったのね。わけがわからねえが、覚悟しやがれ化け物ども。その名の通り、敵各所の魂に呼応して権限するわ。でもいきなりそんな複雑そうな武装が現れるなんて。あなたは一体。細かいことは分からねえ。だから力を貸してくれ、ヒイラギ。この武器もこの世界も訳が分からねえことばかりだ。だが少なくともお前は何が起きてるか分かってるんだろう。しおりを、あいつを助けるためにどうか力を貸してくれねえか。時坂君、いいわ時坂。今は一刻を争う状況。とにかく先を急ぎましょう。ヒイラギ、助かる。よろしく頼む。おそらく倉敷さんはこの迷宮の奥にいるはず。急ぐわよ時坂君。ああ。
かせろ。
んな仕掛けが。こっちは急いでるってば。焦らないで迅速に確実に先へ進みましょう。まだいけるぜ。手に入れたな。行くわよ。はっ、はっ、やっ、やっ、はっ、しはっ、しはっ。まだいけるぜ。まだいけるぜ。
まずいな。任せて。負けられねえ。まだまだいけるぜ。はっ、せい、せいた、ここだ。いいものみたいね。せい、ところか。どうやら気を失っているだけみたいね。よかった。待ってろ、しおり。今、下がって、時坂君。デカブツはエルダーグリード、この迷宮の主よ。あれを倒すことができれば異界化を収められるはず。だったらとっととぶっ飛ばしてやるだけだ。行くぞ、ヒイラギ。
まだまだいけるぜ。まだ倒れねえだろう。ここは任せて、私が一気に決めるわ。任せて、そこ。やったのか。ええ、完全に消滅したわ。これで イクリプスの収束、現実世界に戻されるわ。任務完了ね。ここは元のレンガ小道の裏道か。ええ、もう夜だけど無事に戻ってこられたみたいね。しおり、大丈夫かよ。おい、消耗しているけど命に別状はなさそうね。そうか、たく心配かけさせやがって。どうした、どこか痛いとこでもあるのか。ううん、やっぱりこうちゃんが助けてくれたんだって。こうちゃんなら絶対来てくれるって。なんだそりゃ、このアホ。当たり前だろそんなのは。ひとまず一件落着ね。でもこのイクリプスの頻度、やっぱり異常としか思えない。一体この街で何が起きているというの。